はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、一番くじまたやってきました。いやー、まあ、今回はね「ドラゴンボール超戦士バトル列伝」っていうね、セブンイレブンとかで、開催されている、650円、1回650円の、一番くじですね。こちらを、まあ、セブンイレブン行ってきてやってきました。はい、まあ、やってきたといってもね、まあ狙いのはないんだけども、まあ出来がねそこまで良くないだろうなっていうのを評判で聞いてたんでね、うん、まあでもね自分は見てみないことにはわからないということでね、うん、ちょっと実物を手に取ってみたいっていうことで、まあ今回はね、とりあえず2回だけやってきました。はい、まあね、2回で出んのかよって思うかもしれないですけど、まあ、とりあえずね、自分が欲しいのは、A賞の悟空身勝手の悟空ですね。うん、で B賞のベジータ微妙なんですよ。で C賞のスーパーサイジン2の後半も微妙、ちっちゃいよね後半はね。であと欲しいのは D賞のトランクス、こちらもねちょっと欲しいですよね。で、E賞のスーパーサイジン3ゴーテンクス、これが一番なんかね出来良さそうなんですよね。なんか前評判もいいし、なんかオークションとかだとね多分一番高値ついてんじゃないかな。これはね結構出来良さそうなんですよ。でまあ F 賞も微妙で、G 賞マグカップなんですけれども、これはねまあ多分当たるだろうなと思って、まああらかじめ何が欲しいかをね事前にもうちょっと選んでおいたんですけどね、一応マグカップだと、悟空がね自転車乗ってるやつと、あとは、墨絵式の孫悟空って書いてあるねやつですね。はい、こちらで59って書いてあるのは別にいいかなっていう感じですね。3種類なんですよね。まあもし出たらこの2種類選ぶかなっていうのでね、うん、で H 賞の色紙、まあこれはねちょっとブラインドなんでね、はい、ブラインド2がクローズボックスなんでね、クローズボックスでもねえけど、まああと I 賞は小皿なんですけど、これ小皿のね出来がすごい良さいいんすよ。これめっちゃかっこいいんすよ小皿で。逆を言えばなんかもう小皿が欲しい、うん、だから一番最下位だよね小皿ね。だから小皿欲しいと思って、だから解消でもいいやと思って、小皿出そうだなと思ったんでね、そういう意味も含めてちょっとチャレンジしました。はい、まあ解消だったら小皿狙いということでね、でも小皿もこれ選べないんですよ、クローズドパッケージっていうことでね。でもね一番欲しいのスーパーサイヤ人のフリーザー編のね悟空、これがめちゃくちゃかっこいいんだわ。これめっちゃ欲しいと思って、あとトランクスもすごいかっこいいんだよね未来編の。でもこれめっちゃね実は小皿欲しかったんですよね。欲しかったっつったらもうすでにネタバレしてますけどね、まあ、ということで、まあ、やってきました。まあねもう2回なんでね、さっさと終わらせましょう。はい、まずね1回ペリーめくりましたよ。そしたらね、はい、ドーン、はいH 賞の色紙ですね。いやマジか、色紙かと思って、まあ、別に悪くはないんだけれども、俺解消だったらもう相性が良かったわと思ってね。でもう一回ペリってめくったらね、せめて、まあ、マグカップ、もう色紙が出たんでマグカップか小皿、もうどうせ解消だからね自分の運の悪さは。はい、でめくったペレってめくったら注目の結果はじゃじゃんと嘘だろもうこれちょ待てよちょっとこれはないよ。あのね、一応まあフルにあったんですよ。まあ、フルにあったからっていうのもあんのかわかんないけど、なぜ H 諸候分、俺のこの苦渋の悪さ半端ないね、これね。やっばいな、ほんと。なんかもう取り付いてるよね、くじ貧乏様が取り付いてるとしか言いようがない。はいまあね、まあ、とりあえずこれクローズのなんで、ちょっと皆さんとね、一緒に開けて確認したいと思いますけれども、まあ、まずねちょっとね星順に順位をつけましょう。はい、この際だからね、一番欲しいのは親亀ですね。1番で2番、悟空ブルーと、これ多分ゴールデンフリーザーなのかな、わかんないけど、とあとこれ、逆に、フリーザ編の悟空とフリーザ、で次がねこっちのベジータ対悟空ね、で、ベジータ対セルでジレン対悟空かな、これが一番下かな。が絵的にねなんか悟空がかっこよくないんだよなということで、ね、ちょっととりあえずもう親亀とこの対決シーン、また全部対決シーンじゃねえけどとりあえずこの3点狙いのどれかで、まあ、3点狙いなら絶対もう出るだろう、このどれかはよほど運が悪くなきゃ。でとりあえずね開けてみましょう。はい、ペリペリだなこれ。おっちゃお汚く切れたし、よし行きます。あ、もうこれ裏から見えるんだな。どうしようか、どうやってみようか。とりあえず裏からやって一気に表をパッて見せる状態。あとこっちじゃねえな、あこっちが裏だね。よし、この状態でジャンってこうめくろうか。はい、よし行きますよ。ちょっとやりづれえけど来い親亀、せーの。ああはい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 、まあまあちょっとまあまあ3種類の中のあれで外れてますけどねいきなり外してますけどね、まあでも4番目ですね。4番目に欲しかったやつですね。はい、ちょっと待ってくれよ、頼むよ親亀でお願いしますよ。よし、今度は慎重にこう上げてね、汚く切れないように。よし、でもう一回こう開けましょう。はい、よしよし行くぜ。欲しいやつベスト3来い、せーのじゃん。どうもありがとうございました。